ステップを発見しています。注意ください。ご利用ありがとうございました。帰ってきたんですけど、今日買ったものをパパパッとご紹介しようかなと思います。ユニクロしか買ってないんですけど、ユニクロはネットで見てて気になったものを買ってきたんですけど、じゃーん、今週からユニクロがセールなのかな、期間限定か分かんないんですけど、セールが始まってて、それで私が欲しいものが結構値下げされてたので見に行って、良かったものを買ってきました。がこのカーディガン、ユニクロ U のカーディガン、4000円のものが半額で2000円になってました。私は L サイズ、こんな感じです。あとカーディガンもう一つセールになってて、それもユニクロ U で、それは本当定番でよく見る形なんですけど、そっちはショート丈で、あとポケットもなかったので、はい、断念しました。私はこっちのね、ベーシックで使いやすい方にしました。はい、じゃあ2つ目がじゃーん、またブラックなんですけど、シャツです。これもめっちゃ狙ってて、まあ、これもまたユニクロ U なんですけど、これめっちゃ安くなってます。3000円が1290円。でこれはこんな感じ、若干ショート丈で、私は M サイズを購入しました。はい、まあ、これもベーシックで、このボタンがこう隠れてるのがすごい上品だなと思って、はい、前々から狙っててとゲットできました。で、あと今日買ったものじゃなくて最近買ったものなんですけど、このじゃーん、ユナイテッドアローズとゾフとコラボのメガネを買いました。今今日かけてたんですけど、この黒縁メガネです。めちゃめちゃお気に入りで、私黒縁メガネを 2,3 年ずっと探してて、でも全然私に合うやつ、似合うやつが見つからなくて、もうほんとずっと探してたんですけど、やっと見つけました。もうめっちゃ嬉しくて即決で買いました。なんか一回東京で見つけたんですけど、それが3万ぐらいして、いや3万は出せないと思って諦めてたんですけど、似合うやつ見つかって嬉しいです。じゃあかけてるところは見せれないんですけど、また街中で私っぽい人いたら見てみてください。多分メガネかけてると思います。ここにちっちゃくユナイテッドアローズって書いてるのもめっちゃ洒落てんなと思って気に入ってます。あとここもなんか柔らかいっていうので、すごい頭が痛くなりづらい形シリーズらしいです。はい、すごい気に入ってます。じゃあ帰る前に買ったパンをちょっと食べようと思います。うまっ、おいしい。今日高校の部活の先輩とランチをしに行くんですけど、あの東京いた時に、もうめっちゃ前なんですけど、その先輩がすごいミキが好きで、
でなんかのお店でミキのグッズを見つけて買ってたんですけど、なかなかあの渡せなくって、今日やっと渡そうと思います。これもミキのエコバッグ、これも巾着、これも持っていきたいなと思います。みんなが言ったなんかホワイトモカみたいな、甘そう、かわいい。見える？あ、見える。ランプがかわいい。あれ、そう、インテリアが、うん、いつそれ？2019年8月。